皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、図解シリーズのですね、露出補正についてお話をしていきたいと思いますので、よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。露出補正なんとなく分かってるとかですね、露出補正ちょっといまいち分かんないんだよなっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。例えば P モードとか A モードとか S モードを使う方にはですね、必須なものになっておりますので、ぜひですね、この辺露出補正を使っていろんな写真ですね、ちょっと暗めの写真になっちゃうなとかですね、ちょっと明るめの写真になっちゃうな、そういったところのコントロールをするためにですね、露出補正って必要なものになってますので、こういったですね、自分の表現したいものを撮るためのですね、露出補正、ぜひですね、最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ今回ですね、露出補正についてちょっとですね、図解でお話をしていきたいと思います。まあ、こういうプラスマイナスのマークがあったところがですね、この露出補正っていうところのですね、設定ができるところになってますので、まあ、ご自身の使っているカメラでどういうふうにこの露出補正を変更していくのかっていうのはちょっと確認してみていただけたらと思います。じゃあこの露出補正どういうふうに使っていくのかっていうところなんですけども、例えば露出補正にこういうふうに0があって、でプラスマイナスっていうところでメモリがこうあって、まあプラス 1.0 とかですね、あるかと思います。でこのプラス 1.0 マイナス 1.0 っていうのはどういうふうに使って設定をしていくのかっていうところなんですけども、 F 値をですね、まず設定していくと思います。写真のですね、明るさを設定するときに、例えばまあこっちから、こっちからいこうか、22があって16があって11、8、5.64、2.8、2かな、1.4っていうところですね。で、シャッタースピードが、どうしようかな、シャッタースピードが1000分の1、500分の1、250分の1、125分の1、60分の1、30分の1、15分の1、8分の1、4分の1だとします。はい。で、ISO が100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600ですね。で、こっちに行くと明るくなる。で、こっちに行くと暗くなる。っていうのがこの設定になっております。はい。じゃあこの設定で、例えばカメラがですね、設定するときに、例えば P モードだったり、A モードだったり S モードだったりっていうところで設定しますよね。でこの設定するときに、例えば、そうですね、 P モードにしときましょうか。 P モードで設定した場合に、この露出補正っていうのが最初の設定では0になっていると思います。この0の設定になっているっていうところで、例えば、そうですね、0の場合がこの辺だったとします。0に設定したときに、ここの設定になったとしますよね。はい。じゃあ、ここの設定を、この設定で撮影したときに写真を撮ってみて、あれちょっと暗いなとかですね、そういった場面もですね、出てくると思います。で、この0に設定する、このカメラが F 値を4、30分の1、3200に設定するっていうのは、速攻モードで測って、そこのですね、バランスを見て、ここの設定にするっていうところになってますので、同じ場所でですね、この設定、同じ場所で P モードで撮って、0で撮っても、速攻モードの使い方によって、ここはですね、こういう風になったりとか、こういう風になったりとか、この P モードの場合はありますし、 A モードの場合は F 値、ここを自分で設定をして、こことここはカメラが設定してくれますよっていうところになってますので、ここもですね、まあ、自分で設定はすることができるんですけども、基本はオートで使った場合と思ってください。でその場合はですね、こことここをですね、カメラが設定してくれるんですけども、そうすると、このですね、まあ、0に基準をした場合
A モードに設定した場合で露出補正が0で、速攻モードを例えばマルチだったりとかハイライト重点とかですね、スポットとかですね、そういった選んだものによってですね、 F4 からこういう風になったりとかこういう風になったりとかですね、変化するんですよ。まあ、明るさの測り方によってですね、ここが変化していきますよっていうのになっております。で、例えばですね、まあ、この変化していくのは仕方ないんですけども、その写真を撮った中で、まあ、速攻モードをまあマルチで使いました。で、ここの設定になりました。 A モードですね、 A モードでここの設定になりました。でもこの設定の場合にちょっと暗すぎるっていう場合に、もうちょっと明るくしたいっていう場合はですね、この F 値を 2.8 にしたところでですね、1段分ですね、明るくしたとしてもですね、カメラの設定が1段分暗くしちゃうんですよ。なので明るさっていうのは0のままになります。これがですね、露出補正で、自分が F 値をですね、 A モードで変えたとしても、2とかですね、 5.6 に変えたとしても、それに合わせてこの0になるようにカメラがですね、シャッタースピードだったり ISO だったりっていうのをですね、まあ、暗くしたり明るくしたり調節して0になるようにしているのがですね、この露出補正になっています。はい、なのでここのですね、 F 値 A モードで F 値を変えたとしてもですね、明るさは変わらない、まあボケの量っていうのは変わってくるんですけど、明るさは変わらないですよっていうところになっております。じゃあこれですね、 A モードとか S モードとか P モードで明るさを変えるためにはどうしたらいいのかっていうところなんですけども、例えばこれも A モードでお話をしましょう。 F 値を4に設定しました。で、設定値がこういう風になりますよ、30分の1秒3200の ISO になりますよっていうところで、明るさを1段分明るくしたいっていうところで、ここの露出補正のところをプラス 1.0 にしてあげると、F4 の設定でシャッタースピードもしくは ISO の方ですね、こちらを1段分明るくしてくれます。はい、なのでこちらの ISO っていうのをですね、設定値としては高くしてくれるので、1段分ですね、こっちにしてくれると思います。なのでこういったですね、4/30分の1/6400っていう形で露出補正をプラス1にすると、そういったところですね、1段分どこかを明るくしてくれるっていうところになっております。でこれが P モードだった場合はですね、この1段分明るくしてするっていうのをですね、 F 値、シャッタースピード、ISO それぞれバランスよくしてくれるっていうものになっています。で、 A モードの場合は F 値を自分で決めて、シャッタースピード、ISO をカメラがですね、1段分どこか明るくしてくれるっていうところになっております。 S モードの場合はここのシャッタースピードを自分で決めて、 F 値そして ISO っていうところを1段分明るくしてくれるっていうのがこの露出補正の機能になってますので、じゃあこれをマイナスにするとマイナス1段分ですね、暗くしてくれるっていうのがこの露出補正の使い方になっております。なので露出補正を使って明るさをですね、コントロールするっていうのがですね、この P モード、 A モード、 S モードの使い方の中で、明るさをですね、まあ、自分でコントロールするためにこの露出補正を使いましょうっていうところですね。どうしても P モード、 A モード、 S モードを使う場合はですね、カメラが設定してくれるので、そのカメラが設定してくれる数値っていうのを自分で指令を出してあげなきゃいけないです。このくらいの明るさにしたいので、設定値はこのぐらいの明るさに合わせて設定してくださいっていうですね、指令をこの露出補正によって出すことができるっていうところになっております。はい、なのでこういった露出補正を使うことで、 P モード、 A モード、 S モードはカメラがですね、補助してくれるんですけども、その補助の、まあ、どのくらい補助をですね、明るくするのか暗くするのかっていうですね、指令っていうのをこの露出補正で出しましょうっていうのがですね、このプラス1だったり、マイナス1だったりっていうところになっております。で、このプラス1っていうのが1段分ですね、ここの1段分の指令で、マイナス1だとこの1段分のマイナスの指令っていうところになっております。これもですね、全部1段分ですね。なのでこの1段分を知らないと、プラス1でどのくらい明るくなるかっていうのはですね、数字的には分からなくなるので、まあ、大体のですね、このまあ、以前にもお話ししてるんですけど、1段分がどのくらいで、この1段分をですね、コントロールしますよっていうところをですね、理解していただければいいかなっていうふうに思います。で、ちなみにですね、ここ、アイナカにもですね、こういった風にメモリーがあって、0.3 と 0.7 っていうのがあるんですけども、ここは、ここのですね、間にですね、あるんですよ。ここの、例えばですね、間に 1.0
1.6 と 1.8 っていうのがあるので、この 0.3 っていうのはですね 1.4 から 1.6 にしたもので、 0.7 っていうのはですね 1.4 を 0.8 にしたものっていうのがですね、ここに分かりやすく書きましょうか。 1.4 を、1.6 にしたものが 0.3 で、 1.4 を 1.8 にしたものが 0.7 っていう形で、こういったところを使い分けもできますよっていうところですね。まあ、それぞれ相中にですね、2つ分ぐらいですね、あるので、そういったところで 0.3、0.7 の調整値に使いますよ。ここは1段分ですよっていうところのですね、使い方で露出補正をですね、使っていただく形になります。まあ、基本は、まあ、この画面を見ながらですね、露出補正をこのぐらいの明るさにかけてやっていきましょうかねっていうのがミラーレスでは分かりやすいんですけども、一眼レフではどうしてもですね、まあ、光学ファインダーだと見ている画面っていうのがそのまま見ている状態で、ここの露出補正を基準に考えながらちょっと撮影しなきゃいけないっていうところがあるので、そういったところですね、まあ、一眼レフを使っている方はこの露出補正のメモリが1段分でどのくらいの明るさの調節が必要だとかですね、そういったところマニュアルでもですね、M モードでも結構必要になってきますので、この辺の露出補正の露出計というのをですね、知っておいて、どういったものが1段分というのをですね、知っておくとすごく撮影がですね、楽になってくるので、ぜひですね、この辺も試してみていただけたらと思っております。まあ、この辺のですね、1段分、まあ、1.4、2、2.8、4、5.6 とかですね、1段分の話とか、こう2、4分の1、8分の1、15分の1とかですね、2倍ずつしていくと、このシャッタースピードが1段分、暗くなっていきますよとかですね、ISO も100、200、400、800とかですね、まあ、2倍ずつしていくと、こっちはですね、明るくなっていきますよとかですね、そういった話もですね、別の動画でもしてますので、その辺もですね、参考にしていただけたらと思います。要はこの露出補正っていうのは、この P モード、A モード、S モードを使う方にはですね、すごく必要なですね、モードになってますので、ここでですね、この3つのですね、モードを使う方は露出補正で写真の明るさを調節しましょう。じゃあ、その調節の仕方はこういう風にしますよ。プラス1、マイナス1をですね、コントロールして、じゃあどこがですね、変更されるのかっていうところをですね、まあ、気をつけながら撮影していただくっていうところになっておりますので、この辺のですね、シャッタースピードが、例えば、この辺だと、まあ、遅すぎて手ブレが起きてしまうので、これをですね、まあ、例えば4にしました。A モードで4にしました。で、露出補正を1段2段分かければですね、ここが125分の1になって、手ブレがまあある程度抑えることができるので、こうですね、こういう撮影ができるようになるので、そういったところで手ブレを抑えるためにですね、まあ、この露出補正をプラス2段分かけることによってシャッタースピードを速くして手ブレを抑えることができますとかですね、そういった使い方もですね、全然できますので、そういったですね、明るさの調整だったり手ブレがしにくくですね、設定するためにこういった露出補正を知っておくのはすごくいいことなので、ぜひですね、この辺試しながら撮っていただけたらと思っております。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでですね、露出補正って A モード、S モード、P モードなんかで使うときにですね、明るさの調節で使いますし、例えばその設定した中で、その設定したカメラにですね、指令を出すためにこういう設定をですね、自分はしたいんですよっていうですね、意思表示をして、その設定にですね、カメラがしてくれるっていうのがこの露出補正になってます。まあ、どうしてもこのカメラとの意思疎通ができなくて、まあ、機械なんでですね、意思疎通ができなくて、自分はこういう風な設定をしたいけども、カメラがこういう風な設定をしてしまうっていうところのですね、まあ、ここのズレをですね、修正するための露出補正になってますので、ぜひこの辺ですね、使ってみていただけたらですね、写真をですね、より楽しくですね、撮影できるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこの辺試してみてください。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらいいねボタンやチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとオンラインサロンの方もやってますので、よかったらここもですね、参加していただけたらと思います。あとですね、このポートレート講座っていうのを実はですね、福岡県の福岡市内の方でちょっとですね、12月12日にやろうかと思ってますので、ポートレートちょっと撮ってみたいよっていう方、福岡にいらっしゃる方で撮影にですね、参加できる方、ぜひですね、ここですね、参加していただけたらと思います。参加方法に関してはですね、まあ、よかったらこのですね、チャンネルのコメントの方にいただければですね、この申し込みの方ですね、お送り URL の方ですね、お送りしますので、そちらの方からお申し込みいただけたらと思います。もう
全くのポートレート初心者の方のですね、講座になってますので、ぜひですね皆さんに会えるのも楽しみにしてますので、ちょっとですね料金の方は1万2000円とですね、ちょっと高価ではあるんですけども、まあ、モデルさんを撮影する機会っていうのはですねなかなか難しいと思いますので、ぜひですねこの辺参加してみていただけたら嬉しいです。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。